言い方です。我々が聞けばですね。さて、どんな背景があったのか確認します。山口さん。はい、教団ナンバー2の解任の影響があるということなんです。5月に合同結婚式と豪華施設天苑宮の完成式が行われた直後、教団のナンバー2ユン・ヨンホ氏が突然解任されました。その後からハン・ハクチャ総裁の信者集めに関する発言が先鋭化していきます。5月18日には幹部らに寝ても覚めても伝道伝道伝道、その道だけがお前たちが生き国が生きる道よ。6月1日には6ヶ月以内に奇跡を作り出せ、24時間目を覚まして行動しろと発言がありました。さらに6月28日には政治家たち岸田をここに呼びつけて教育を受けさせなさいと発言。こうした発言が飛び出した背景について、韓国の元幹部は教団ナンバー2だったユン・ヨンホ氏の解任の影響があるということです。ハン総裁は同じような発言を以前からしてきたが、ユン・ヨンホ氏が外部に露出することを制御してきた、その抑えがなくなり公開されてしまうようになったと指摘しています。河合さん、なぜこうした発言をですね、今ハン・ハクチャ総裁がしたのか、これまでやっていたことと同じようなことだったんだけど表に出たということなのか、それとも他に理由があるのか、このナンバー2のこのユン・ヨンホ氏の解任が一つの、まあ、きっかけとなったというような流れにも見えるわけですね。どうご覧になりますか。表に出た原因ということでいうと、それはユン・ヨンホさんの解任が大きく影響しているだろう、それはそうだと思いますが、うん、ただ岸田首相を呼んで教育を受けさせろと、かなりこの強烈な発言をした背景には、うん、やはりその焦りですね、はい、日本国内で、まあ、昨年来ずっと統一教会を批判する報道も続いたし、まあ、今解散請求の問題があると、うん、その現実が突きつけられて何とかしなきゃいけないという焦りが出ている部分もあるだろうというふうに考えられますね、うん、そうですか、はい、江藤さん、今河合さんおっしゃいましたけど、まさに日本から献金が来なくなったということが、その焦りがあるんじゃないかと。鈴木さん、どうご覧になりますか。はい、おっしゃる通りですね、日本からなかなか送金がされていない、そしてですね、また三男派、分派等のこう裁判闘争に負けて、700億円とか言われるお金の賠償が発生してるんですね、でそういうところでこう、ユン・ヨンホ、ナンバー2がハン・ハクチャにいい報告ばっかりをしていて、実際の教団の財政事情をハン・ハクチャが把握していなかった、うん、それを知ったことによって、日本からの献金が命綱であるということで、この伝道、伝道でもイコール伝道によって、信者を増やしてお金を集めるということなので、うん、そういう意味でもハン・ハクチャが急に焦り出した、今回のこの発言も最初は別に普通に話をしてたのが、最後の方でこういう発言が出てくるんですね、リミッターが外れたような形で。でやっぱりこう岸田を呼べみたいな話を言うってことは、この周りの側近がハン・ハクチャに対して、日本の政治家、首相はハン・ハクチャ誠のお母様にはべる存在なんですよということを常に日頃から進言していた、この現実となかなかちょっと少しずれたような認識をハン・ハクチャが持っていたということが如実に表れていると思います。鈴木さん、相当そういう意味では台所事情が苦しくなっていると考えていいんですか。はい、韓国国内でも教団が持っている有料な不動産などを売りに出していたり、アメリカの教団の持っている不動産を売りに出たりするんですが、うん、相当財政事情は厳しくなっているようです、うん、そうですか。角さんはこのハン・ハクチャ総裁の言葉を含めてどうご覧になりますか。そうですね、そういう財政事情厳しい中でありながら、そこの、5月に、開所式をやった天苑宮を作ってみたりですね、うん、結局その支離滅裂な運営を、ハン・ハクチャ総裁がこうやってきたわけですけれども、私はこの発言のようなことはこれまでも内部では繰り返ししていたんだと思いますが、そのタガが外れた部分が岸田をここに呼びつけて教育を受けさせろという、一番やはり今日取り上げているその言葉に集約されていると思うんですね、うん、問題はそれを聞いた岸田総理がどう思うのか、我々日本人からしたら、先ほどの韓国に日本は賠償すべきだという話についても、普通だったら保守派の政治家が一番頭から湯気を立てて怒りそうな言葉なわけですし、こうやってに、岸田総理だけではなくて日本の政治家を呼びつけると言ってるわけですから、もっと、こういう報道が出たら、保守派の政治家が他の案件だったら声を上げるはずなのに、みんな沈黙してますよね。でその代表格がやはり岸田総理であって、なんとかこの問題を世間が忘れて通り過ぎるのを頭を低くして待ってるようにしか見えない。もちろん教団に対する解散命令を裁判所に請求するような動きはひょっとしてこれからあるかもしれませんけども、それも確実だとは言えないような状況なので、やはり我々はハン・ハクチャ総裁が何を言うかはともかくとして、それに対して日本の政治家が、毅然と行動できるのかはやはり見ていくべきだなと思いますね、うん、鈴木さん、それにしてもですね、日本の幹部1200人を韓国に集めて、そこでいう1200人幹部がいるんだということも正直私驚いたんですが、地方のいろんな組織の人もかなり幹部というか、大幹部というよりはいろんな幹部と言われる人たちを、全国の人たちを集めてやったのか、そして彼らはこれを聞いてどんなふうに受け止めたというふうに思われますか。はい、今回の中核の幹部、地方含めてですね、男性協会長、そして女性の婦人会長、これが600人と500人と、大体1100人、1200人ぐらいが集められたとされているんですけども、はい、これも一説によると、教団の内部情報によると、それで送金ができない状況にあって、お金を運ばせたんじゃないかという話なんですよね。でそんなところから教団の財政のもありますし、こういう形で幹部を、中堅幹部を呼んで、韓国でこういうイベントをして、そこでこう発言をした、それでこれを音声が流通したっていうことは、それだけこのハン・ハクチャのこの発言に対して、やっぱ教団の内部でもちょっとおかしいんじゃないかっていう動きが出てきたっていうことだと思うんですよね。私も言われて分かりましたということではなくて、反発のこともあったんじゃないかということですか、鈴木さん。はい、これまでも元韓国人総会長、日本のトップがですね、震災の時にですね、東日本大震災の時に、本来東京に地震が起こるべき、起こるものを神様にお願いして東北にずらしてもらったって発言をしたことがあったんですが、その時も津波によって大勢の日本人の方が亡くなったことに対して、やはりその教団の内部でも発言は許せないとか、こと当時報じたことがあったんですけど、そういう報道はどうもやってくださいってことを教団内部に言われたことがあるんですね。中でもやっぱり日本人として、韓国でこういう発言をされることに対して憤りを持つ人はやっぱり一部であったとしてもいるってことは、今回多少救いではあるのかなと思うんですよね。そうですか。はい、それではですね、元信者の人たちは今の教団の姿をどんなふうに見てるんでしょうか。かつて霊感商法で逮捕された元信者は今の教団をこんなふうに語っています。インタビューしたら聞いてください。これはもう終止符を打つべきです。だから統一教会解散いいんじゃないですか。はい、やるべきです。遅きに期してます。これ
はい、もっと早くやるべきでした。旧統一教会元信者の67歳の男性、高校生の時街頭で勧誘され入信、およそ40年前28歳の時にいわゆる霊感商法で恐喝の罪に問われ有罪となりました。今の教団も体質は昔と変わらないといい、改めて自分のしたことを後悔しているといいます。だから今となっては本当に後悔ですね。本当に申し訳ないことをしたなっていうような思いでいっぱいです。これはこの男性が起こした事件を伝える当時の新聞です。彼は他の信者2人と共に青森県に住む女性をホテルに呼び出して霊を成仏させるなどと繰り返し1200万円を脅し取ったのです。相手がお金を出すことを渋るとホテルの別室にいたこの男性に仲間から助けを求める連絡が入る仕組みでした。タワー室ってあるんですよ。コントロールしてる、はい、ちょっと苦戦しています、うん、この展開はちょっとどうかしてくださいということで、事前の訪問販売で女性が何度か中絶した経験があることを聞き出していた男性は霊媒師に扮し登場、水子が乗り移ったふりをしてこう迫ったといいます。大体言うセリフは決まってるんです。水子がいる場合は暗いところにいる、寒いところにいるっていうことで、寒いよ寒いよっていうことで今日初めて会うお母さんに何とかしてくれっていうふうに頼むんです。そうすると中にはね、本当に泣いて申し訳なかったっていう人もいるんですよ。本当にこうして騙し取った金額は億の単位だといいます。彼が見せてくれた写真には人参から壺から全部、うん、その合計が、うん、トップだったわけです。東北ブロックがそれで優勝旗をもらったんです。でこの優勝旗の下には何て書いてますか？世界の幸せ。世界の幸せはハッピーワールドの前身ですよね。世界の幸せの大元は文鮮明ですよ、はい、はい。文鮮明から指示が出るんです。ご自身の人情って揺さぶられないものですか？それはね、完全にないって言ったら嘘になります。でも私らは神の国を実現するために経済活動してるわけですよ。だから人情挟んじゃいけないんです。文鮮明だって刑務所に入ったんだから、そういう思いを体験できるいい機会だぞみたいなことを言われました。逮捕後も教義を忠実に守ってきましたが、7年経ちムンソンミョン氏の生活ぶりとのギャップに悩み34歳の時に脱会。合同結婚式で祝福を受けた相手ともこの逮捕が原因で別れました。30年以上職も転々としながら65歳を超えた今は食費にも満たない年金で一人で暮らしているといいます。今また社会的に問題となり教団に対し解散してほしいと改めて思うといいます。もう本当にタイムスリップしますよね。高校生の頃までにあそこで自分は教会についていかなければよかったんだけどなと思ったところでもう後の祭りですから。でも今更にはしたくないんです。この教会のあれに対してはみんな苦労してるんですから、それで死人まで出てるんですから、こんな教団許せるわけないですね。さて、まあ、今の教団許せないと言ってる河合さん、今のインタビューどういうふうにお聞きになりました？統一教会がこう奪っているものがお金だけじゃなくて、うん、その人の人生そのものなんだと、これ、まあ、常に日頃言われてることですけど、はあはあ、今のインタビューを聞くとですね、本当にその若い頃についていかなければよかったと、それついていったことでもともとどんな宗教なのか分かって、どんな教義なのか分かって伝道されたんであれば、これはもちろん信仰の自由ですから、うん、それはもう仕方がないこと。でもそういうことを分からないで植え付けられた信仰によって、さっきのその事件も、まあ、その地上天国のためだと、正義のためだという、そういう考え方を植え付けられちゃうんですね、うん、だからその自分自身で本当にその相手騙してでも相手からお金を取ることが相手のためにもなるし、うん、引いては地上天国のためになるんだと、うん、その時は思い込んでやってるわけですけど、うん、やっぱりその脱会した後でそれが相手に与えた損害だとか、うん、相手の人生に与えた損害、そういったことで皆さん本当にまた悩まれる、うん、そうすると入信してる時も自分の考えが支配されちゃうことになりますし、脱会した後も今度は活動中のことでずっと思い悩むと、うん、本当人生そのものが蝕まれるんだなというふうに改めて思いましたね。そうですか、はい、それではですね、3つ目のテーマちょっと見ておきましょう。教団の今、そして被害者は救われるのかと、ここに焦点を当てたいと思います。ちょっと見ておきます。去年12月に被害者救済法というのができました。不当寄付勧誘防止法成立、一定程度の不当な寄付勧誘を防止ということなんですが、これ自由な意思を抑圧した寄付をさせないように配慮するよう求めているんですが、これが禁止という形にはなってないんですね。という意味で一定程度の不当な寄付勧誘を防止ということになっている、しかも過去に上って適用されないということなんですね。つまり河合さん、この被害者救済法という言葉を見るとですね、ああこれまで大変だった人みんな救われるんだなと、先ほど VTR で見た方もですね、救われるのかなと思ってしまうわけです。つまりこれが成立したことによって、あもう一区切りついたなと思う人もいるかもしれません。そういうことじゃないわけですね。はい、これは本当に誤解が あるようですけど、うん、まずはそのこれから同じようなことが起きないようにしなきゃいけないということで、昨年来ずっと議論してきて、うん、はい、まあ、いろいろ足らない部分があるけれども、今後のそういった新しい被害、新しい悪いその不当な勧誘に対しては一応この法律があると、うん、ただこれはあくまでもこれからの話なんで、抑止という意味だということですね、はい、これまで生じたもの、これは今まさにこれから救済いかに図るかと、
というそういう状況にあるということなんで、あのその点が本当になんか忘れられちゃってんじゃないかっていうですね、その点本当懸念してます。それじゃあどうしたらですね、救うこと一歩でもこう進むことができるのか見ていきたいと思います。山形さん。はい、旧統一教会への解散命令請求を視野に入れ、文科省は去年11月から質問権を行使、これまでに6回行いました。教団は1回目の質問に段ボール箱8個分の資料を送付して応じましたが、回数を重ねるにつれ回答量が減少、6回目の回答は封筒1通と宅配袋2つでした。はい、これはまず鈴木さんに伺いましょうか。これやはりだいぶ長期化して長引いていると考えてもいいと思います。もう7ヶ月8ヶ月経ちますか、開始から近く経つのかな。あの何がこう長引かせていると、まあそれとも申請の段階から長引いていると、調査の段階、これどういうふうに思われますか。そして近く出るのか出ないのか、ズバリどうですか。はい、これはあの、まあ、捜査権があるわけないので差し押さえとできないので、教団側から出してもらったものを精査するしかないので、当然あの A 帳簿 B 帳簿はドラ帳簿みたいなのを教団側が出すわけがないので、うん、これがどういうものが返ってきたとしてもそれはあまり重要ではないんですね。重要だとすると文科省がちゃんと入手した資料とこういう資料の齟齬、そこで教団が嘘をついている欺瞞性があるってところをつくべきだと思うんですね、うん、そういう感じで文化庁はかなり慎重にこう資料を集めていて精査していて、私の取材した限りではですね、まあ、この6月末で一段落をして次の段階に進むのではないか、まあ、この夏にはしっかりちゃんと解散命令請求がなされるとか見ています。そうですか。加部さん、やはりこれ裁判所が判断最終的にする、つまり裁判所がこれを否定したとしたら、これある種まあ容認とか認めることにもなりかねないということで慎重になっている、これやむを得ないということだと考えていいんですか。おっしゃる通りですね。あのここまで徹底抗戦が間違いなく見込まれる中での解散請求というのはまあ初めて、でそういった中でですね、万が一にもこの統一教会家庭連合の方の主張が認められちゃうと、解散請求が認められないということになってしまった、これ一大事ということで、本当にさ慎重に慎重を期してるんだろうなというふうに思います。そうです、はい、そして先ほどどうしたら被害者の方を救えるのかという話がありましたが、ちょっとこれを見ていただきたいと思います。財産保全の一方ということで弁護士の皆さんが会見を開きました。そして今日お越しの河合さんもこの真ん中に座っていらっしゃいます。これどういうことかというと、解散命令請求が出された時点で教団の財産を裁判所が管理、臨時国会での成立をこれ法律が必要だということで財産保全のための立法を求めたということ、これは何のために、これを政治さん何ができることになるんですか、改めて。はい、まあ、先ほど言った通り徹底抗戦が見込まれる、うん、そうすると解散請求が出されてから裁判所が実際に解散命令を下すまで、長ければ何年という単位がかかるだろうと、その間今の法律の立て付けだと統一教会があこれ解散命令出そうだなとなれば国内の現金あるいは不動産をどんどん流出させること、うん、この歯止めが今ないんです、うんうん、この歯止めがなければ今声を上げている過去の被害者の方々、そしてさらに言えば今まだ教団の中にいて現役信者として活動している方、うんうんうん、この方々もおそらく解散命令が出ればですね、遅かれ早かれやっぱりやってることおかしいところに気づいてくると思うんです、うん、そういう方が解散命令が出た後、うん、自分たちも結局今残っている方は非常にコアな信者が多いでしょうから、はいはい、献金の額もかなりあると思うんです、はい、でもその方々 その献金の被害というのはもう財産がなければ全く救済されないと、したがってこれは救済のために非常に大きな前提だと思っています。ただ解散命令が最終的に裁判所が認めるかどうかわからないという段階でこういうことを立法するというのは法律的には可能なんですか。今の法律的にはいわゆる普通の民事保全法で申し立てをして、今のまさにいる弁護団の被害者の方々はそういう方法が可能でしょう。しかしその後で脱会して取り返そうとする方々は今は全く被害を訴えていないわけですから、その方々をじゃあ放置していいのかと、そういう問題なんです。そうです、はい、先ほど徹底抗戦という話になるだろうというおっしゃった、この弁護士連絡会の皆さんも訴えられたと聞いたんですが、はい、教団の方に、まあ、今教団側も何か反撃の手がないかということで今いろいろなところで名誉毀損の訴訟を起こし始めていると、まあ、我々は本当にとんでもない訴訟だと思ってますし、こちらの主張がいかに正しいか裁判の中で明らかにしたいと思いますけれども、そういう活動を今して少しでもこの解散請求をめぐる戦いも含めてなんとか有利にしたいというふうに今あがいているというのは教団の実態だと思います、ね、そうです。田中さんいかがでしょう、まあ、先ほど見てきたようにですね、まあ、岸田政権としては、まあ、自民党への広がりを考えると、まあ、そこまで積極的に触りたいとあれ思ってないように見えるわけですね。この財産保全のこういうふうに被害者の方を救おうと本気で思ってるならですね、今のうちが伺うとできるならあった方がいいなと、救済という意味ではと思います。いかがですか田中さん、政権はそういうことをやる可能性あると思われるかどうか、いかがですか、うん、やはりその新法が国会で成立したのもかなり、統一教会の問題で内閣支持率が下がって、やはりその世論の後押しがあったからこそ新しい制度ができたというふうに思うんですね。それで今まだ、統一教会の問題が解決していない中で、やはり自民党政権を動かすためには世論の後押しというのは不可欠だと思います。やはり世論だということですか。鈴木さん、これどうご覧になりますか。はい、おっしゃる通りですね、やはりちゃんとそのどこを向いて政治をするのかさせるのかっていうところでこう国民の声に応える、ちゃんと国民がこれが問題だってことをちゃんとアピールしていくことが大事だと思いますね。特に先ほど東方の方の話にあったように、ああいうのを見るとこの解散命令請求に必要な要件である組織性、継続性、悪質性、これも完全に逸れてると思うんですね、はいはい、でコンプライアンス宣言教団出してますけど2009年に、それも過去の霊感商法もですね、これ信者の責任にしてるんですね、はい、教団信者の自主的な経済活動ということで教団が責任を認めてない、そんな中で特にこのコンプライアンス宣言が必要な公益法人ってそもそもおかしいので、はい、そういう根本的な阻害をやはり
早く本来の形是正すべき、ただの二審二団体にすべきだと思いますね。そうですか。それでは堤さん、まあ、世論というふうに田中さんもおっしゃって、まさに鈴木さんもおっしゃった堤さん、やはりそういう意味では我々もきちんと報道し続けることが大事だなと思います。そのあたりも含めていかがですか。そうですね、先ほどのハン・ハクチャ総裁の発言を見ると、やはりその教団側が物事をそもそも分かっていないし、今回そうやって徹底抗戦をしようとしている日本の、教団幹部関係者たちもやはり物事が見えていないとしか思えないですね。鈴木さんがおっしゃったように継続性、悪質性、そして組織性みたいなものをですね、自分たちがこれまでいかに、それをことしてきたかということが見えていない。ただそれをやはり我々世論がどう見るか、うん、そして特に政治家、自民党の政権に近い政治家がそういう問題をきちんと、これまで先ほどからも話に出ているように、うん、この教団がどういうことをやってきたかということをですね、まあ、1970年代80年代あたりのことを知っていればもうちょっと分かるんですけども、政治家の中にもそういうことを知らない人たちがいる。しかし改めて過去の歴史も含めて現在の姿も含めてですね、誰よりも政治家が知るべきですし、それと同じように世論を形成する国民ももう一度きちんと知るべきだなと思いますね。安倍元総理の銃撃事件の9日前に山上被告から鈴木エイトさんのもとに一通のメールが届いたそうです。見ておきます山上さん。はい、山上被告から鈴木さんに届いたダイレクトメッセージがこちらです。やや日刊カルト新聞、鈴木さんが主筆を務めるニュースサイトを従前からずっと見ていました。はじめまして。家族に信者がおり、統一教会をウォッチしているものです。7月10日に教団が行う大会について参加者とご存知のことはないでしょうか。こういったメールが届いていました。はい、鈴木さん、このメールが届いた時どう思われたのか。そして7月10日に教団が行う、つまり実際事件が起きたのは7月8日ですから、その2日後のこの大会を最初は考えていたのかどうなのか含めていかがでしょう。鈴木さん、はい、これまあ時系列でいうと、その当時僕はこれまあ実は返信はしてたんですけど、気づいていなかったんですね。これが山上被告のアカウントだったということで、これを聞かされたのは今年1月彼の弁護人からでした。うん、当初メールを送ったけメッセージを送ったけど返信がなかったって言ってますよって言われて、僕はその時非常に落ち込みましてですね、はい、もしそこにこれは事件を示唆する内容が書かれていたら、僕は事件を止められる存在だったんじゃないかということで、まあ、でも実際にはまあメール、僕も返事を出していて、まあ、彼もそれにさらに返信が来ていたということ で、ただこの内容についてはですね、彼はその安倍元首相を狙う B プラン、うん、C プランとして、まあ、このイベントに参加する政治家であるとか教団関係者を狙った可能性はあるんですけれども、はい、このポイントはそこではなくて、彼が僕の書いてきた記事、やはり日刊カルト新聞をはじめてですね、はい、はじめとしたいろんなこう僕はメディアに、特に第二次安倍政権以降の教団と政治家の関係をずっと書いてきたんですけど、はい、彼はそれをずっと時系列に沿ってリアルタイムで見てきた。ということは最後のあのビデオメッセージ、先ほど番組と冒頭に出ていたあのビデオメッセージが最後のトリガーになったことに疑いはないんですけれども、その前提として彼は安倍晋三元首相と統一教会の関係を正確に把握した上で事件を起こしたということは、僕の書いてきた記事の角度が問われる事態になる。これ今後の裁判のドキュメントにも関わってくると思うんですけども、そういう意味でも自分の責任が重くなるということを痛感しました。はい、そして裁判がどうなるのかということで、ちょっと近況なんですが、奈良地裁に危険物の可能性がある荷物が届いたとして公判前整理手続きが中止されたということがありました。これ皆さん記憶されているかもしれない。この公判前整理手続きというのは、裁判の前始まる前にですね、裁判所検察官、これ弁護人がですね、裁判をどう進めるかを確認するという手続き、これが中止になったということで、これ自ら出席するはずだったんですが、騒ぎが起きたということで、次はよく考えたい、さあ出席するかどうか、さあじゃあどうなるのかということなわけですね。さてこれ河合さん、どういう手続き、つまりこれからいつ頃ですね、初公判が行われることになるのか、いかがですか。この公判前整理手続きが、まあ、どのぐらいの期間が必要なのかというのは、うん、事件によってさまざま、そのまあこの事件は非常に重要な事件であることは論を待たないわけですけど、その意味では、まあ、具体的に何ヶ月ということは言えませんけど、かなり長期的な公判前整理手続きになるんじゃないかなというふうに考えます、ね。裁判に何を期待されますか。 今でもいろいろ分かんないことがまだあります。何を期待されますか。やはりまあ我々の立場からすると、まあ、その犯罪に至る前の背景事情、まあ、その部分が具体的にどうやって解明されて、まあ、それもやはり一つ国民の皆さんが被害統一教会の被害実態を知る一つのまあポイントになると思うんですよ。うん、その点が軽視されないようにはしたいなと思ってます。鈴木さん、何を一番期待されますか。最後に、はい、少なくとも裁判員に対してですね、うん、彼が事件を起こした動機を正しく知ってもらいたい。当然やったことは許されないことではあるので、うんうん、その量刑を判断するにあたってどれだけこれが情状原型に当たるか、一方でこの計画性を重要視して過重要件に当たる可能性もある、うん、そこがどちらに触れるかわからない、非常にこう前代未聞の裁判だと思います。動機も鈴木さん、まだこれ分かってるようで分かってない、具体的にはということありますよね。はい、これ実際に今で出てるのは警察官のリークによる報道ベースで、はい、彼は動機をちゃんと語ってはいないんですけど、はいはい、彼が裁判で動機面として何を語るか、安倍晋三元首相を狙ったことを、まあ、正当化する発言が出る可能性もあるし、反省する言葉があるかもしれない。でも彼がそこで何を話すか、事件当時の彼の心象はどうだったのか、そういうところのまあ検証が非常に重要になってくると思います。はい、今1年間をいろんな角度から見てきました。まだまだいろんなことがまだ解決したとは言えない状況というのがよく分かりました。そして教団もやはり変わっていない。さて今後ですね、何が一番必要だと思われるのか、それぞれの立場から伺いたいというふうに思います。まず河合さん、いかがでしょう。はい、先ほどちょっとお話した通り、被害救済、うん、まだこれからです。はい、これにあたって本当に皆さんにお願いしたいのは、この問題をきちんと理解して忘れないようにしていただきたいことなんです。今弁護団の方で統一教会に対して集団交渉、お金を返すということをやってます。で、統一教会は昨年来もう教会改革だということで口当たりのいいこと言ってきましたけれども、うん、現実の交渉の世界では献金の記録を出さなかったり、信徒会に対応を任せたり、そういう不誠実なことをしてます。これはどういうことかというと、もうみんな忘れてるんじゃないかと、高をくくってるんじゃないかと思われるんですね。うん、そういう統一教会の姿勢を許しちゃいけないんだと
という声は解散請求もそうですけれども、うん、そういう具体的な被害回復の場面でも非常に重要なんです、うん、今新しい弁護団の方でクラウドファンディング今週が始めました、はい、これはもちろんお金の支援だけじゃなくてこの問題みんなにずっと見ててほしいとそういう思いを込めてやってることなんですね、うん、皆さんに本当にこの問題自分の身近な人がいつ引っかかるのか分かんないんだとそういう問題だと認識していただいて引き続き注視していただきたいなと思っております、はい。